はい、というわけで準備していきたいと思います。まずこちらの2つの鍋は沸騰しているので麺を入れていきたいと思います。まずそうめんから入れます。そうめん、こっちで、まあ、そばを食べます。というわけでそうめんの方が茹で上がったので、お湯を切りたいと思います。そばの方も茹で上がったので、お湯を切りたいと思います。はい、というわけで、こちらの鍋が沸騰したのでうどんを入れていきます。こちらの鍋も沸騰してきたので、こちら中華麺を入れていきます。はい、というわけでどちらとも茹で上がったので、お湯を切りたいと思います。はい、というわけでこちらに盛り付けしていきたいと思います。はい、というわけでこちら盛り付けできたので食べていきたいと思います。はい、というわけでこちら準備ができました。今回食べるのがざるそうめん、そば、うどん、中華麺を食べていきたいと思います。総重量の方が5キロ超えになります。予定していた重量が4キロだったんですけど、思った以上に重量がオーバーしてしまいましたね。なんで限界挑戦にはなるんですけど、ゆっくりと楽しみながら食べていきたいと思います。それではいきます。食べれるかな。じゃあまずそうめんからいくか。こしあってのぞこしもあり、もうめっちゃうまいですね。長い。結構よそったつもりなんですけど全然減った気がしない。
じゃあ次、中華麺いくか。中華麺の割合だけなんかめっちゃでかい気がする。うん、まあ普通に美味しいです。はい、というわけで実況していきたいと思います。今回は4種のザル麺総重量 5.4kg を完食できるか挑戦しています。一応麺だけで 5.4kg なので、つけつゆも含めると6キロ超えになるので、なるべく水分を取らずに食べ進めています。水分を取らずに食べ進めると、噛む回数と飲み込むのに時間がかかりますが、その分量を食べれるので、今回はかなり長期戦になりますね。いくら量があったとしても、水分を取らずにゆっくり食べているので、味わう余裕もあるので、前半は楽しみながら行きつつ、後半からは容量とメンタルの勝負になりそうです。今の気持ちは飲み込むのが遅いので、きつい感じには見えますが、まだ食べれるという気持ちで、今食べ進めています。うどん行くか。一応今回予定していた重量が麺だけで4キロを予定していましたが、茹で上がりの重量が予想より多くなり、かなり重量オーバーしていましたね。予定していた量より、1.4 キロオーバーしたので、今回は限界チャレンジになりましたが、完食目指して頑張っています。次回は、茹で上がりの量を把握して、茹でないとなって思いましたね。一応今回はまあ3分で茹でたんですけど、次回は2分で茹でようかなと思います。とりあえず完食目指して最後まで頑張ります。you
ラストそば。というわけでごちそうさまでした。はい、というわけでこちら無事完食になります。まあもう出汁も含めると総重量も6キロまあは多分超えると思うんですけど、まあとんでもない量でしたね。いやでもなんとか無事は完食はできました。まあね、最初はまあゆっくりと味わいながら行ったんですけど、やっぱ後半はもう本当にね、要領との戦いになるので、味わう余裕もなく、まあ黙々と食べる形で、まあ無事時間をかけてなんとか完食することができました。なんか、まあ、水をもう前半となんつうの中盤は全然もう本当にちょっとほんのちょっと100ミリも飲んでないぐらいちょっとしか抑えてなく、まあ食べ進めてたんで、まあ、後半までは全然まだいけそうかなっていうぐらい余裕があったんで、まあでも水を使わない分めっちゃ時間かかりましたね。だいたい3時間ぐらいですけど、でも水を使わずに行ったら、まあ容量的に結構余裕がありましたね。まあ水使ったら逆にまあ早くは食べれるんですけど、逆に容量がパンパンになるので、まあ今回はまあ作戦勝ちで完食できたなって思いましたね。まあとりあえず無事完食できてよかったです。